イラン・イスラーム・共和国鉄道。イラン・イスラーム・共和国鉄道。略称、IR は、イランの国有鉄道。関連会社のラジャール客鉄道が、テヘラン・イスタンブール間及び、テヘラン・ダマスカス間の国際列車を含む、旅客列車の運行管理にない、同じく関連会社の鉄道輸送会社が、貨物列車を運行管理している。またイラン交通省が、国家機関として、 IR を監督する。19世紀後半、ナーセロッティーンシャーの時代に、テヘラン南港にタンク間の馬車鉄道が開設されたのを講師とする。この路線は後に蒸気機関車牽引となり、1952年に廃線となった。長距離のものとしては1914年にタブリーズジョルファーカン 146km が開通し、 さらにスフィーアヤーン・シャラフ・ハーネ艦 53km が1916年に、ミール・ジャーベ・ザ・ヘダーン間 93km が1920年、開通している。イラン縦貫鉄道が開通したのは1939年のことである。この路線は、全長 1392km、カスピ海のバンダレ・トルキャ湾と、ペルシア湾のバンダレ・エマーム、ホメーニー。 旧正バンダレ・シャープーを結ぶ。1941年の英祖のイラン侵攻以降、イラン縦貫鉄道の担うペルシア回廊は、第二次世界大戦におけるソビエト連邦への戦時物資供給路となった。イラン縦貫鉄道は、多くの山脈を通過し、ループ線や制限勾配36分の一区間が各所に見られる。建設開始時には、 ほとんどの区間で地図が作成されておらず、地質学的に未知の部分が多かった。そのためトンネルを含む数区間は地質の不適合のため開通を目前にしても路線変更が必要となったのである。このような状況にもかかわらず、路線全体としては計画よりも早期に完成している。 2007年現在、IR の管轄下にある路線の総延長は 7334km で、ある。うちほとんどが、期間 1435mm の標準期区間で、ある。ザーヘダーンから、パキスタン国境を越えて、クエッタインドア大陸へと続く、部 94km の期間は 1676mm で、ある。 複線区間は 1367.5km。電化区間は、ジョルファータブリーズ間の 148km のみが、交流 15KV50Hz で電化されている。2007年現在、IR の所有する車両は、機関車283両、客車1195両、貨車21633両と報告されており、機関車の大部分は、ディーゼル機関車である。 イランの交通において大多数を占めるのは道路交通であるが政府は鉄道輸送の割合を旅客輸送において3.5%貨物輸送において8.5%まで増加させることを計画している。これに伴い広範囲にわたる電化とネットワークの拡張が計画されており交通省によれば年間延長 500km ずつ建設するとされている。 イランの鉄道網は、テヘランを中心として、テヘランと南東部を除く、各地方を結ぶ。イランが、現況機能、あるいは潜在的に機能し得る、大陸の東西南北輸送路の十字路に位置している、ことは、重要ある。鉄道は西方において、国境からトルコへ通じ、北方では、大車交換設備を持つ国境のジョルファー駅を経由して、アゼルバイジャンからカフカス、そして、 ロシアへと通じる。南方には、テヘランから、バンダレ・エマームやバンダレ・アッパースなどの、ペルシア湾講師へと連絡。カスピ海方面には、アミーラ・アバード、バンダレ・トルキャマンを終着とする路線が伸び、両者は、スカンジナビアからロシアを経由し、イランに至る、南北路を形成する。北東には、テヘランからマッシュハドへの路線が伸び、さらにサラフスの代車交換設備を経由して、 中央アジア方面に続く。この路線はトルクメニスタン、ウズベキスタン、タジキスタン、キルギス、カザフスタンなどの内陸国に海への経路を提供する。マシュハドバーフグ線の開通は中央アジア方面からバンダルアバースへのアクセスを劇的に短絡化したものと言える。イランの鉄道は1977年のトルコ国境でのヨーロッパ側鉄道システムへの接続。 1993年のペルシア湾への接続を実現したバンダレアッパース線の開通、1996年の内陸国たる中央アジア諸国へと続く、シルクロード鉄道、アジア横断鉄道の一部をなすマシュハドサラフス支線の開通など拡張が一印。中央アジアの旧ソ連諸国は後期を用いているため、イラン鉄道はアゼルバイジャン及びトルクメニスタン国境に、 台車交換施設を設置している。列車は後期の台車を履いて国境を越えることになる。2016年2月15日には初の中国からの貨物列車がテヘランに到着した。建設中の路線としてイランと南部イラクを結ぶホンラムシャフルバスラ間、及び北部イラクを結ぶケルマーンシャーバグダード間がある。また、アフガニスタン方面では東部において ハバーフからヘラートに向かう路線が建設中である。西に向かい、トルコに入る路線は湾で終わり、対岸、タトバン、またはタトワンともまで区間 90km の鉄道連絡線で標高 1650m に位置するバンクを渡る。この標準機ルートはさらに、アンカラを経て、ボスポラス海峡東岸のハイダルパシャ駅から、再び鉄道連絡線でヨーロッパ側の水流ケジ。 駅に渡り、イスタンブールに至る。この部分については2013年に開通した、鉄道道路共用となるマルマラ横断トンネルで、迂回されることになる。パキスタンへの連絡として、ザーヘダーンからクエッタに至る路線に接続するため、ケルマーンから投進して、ザーヘダーンまでの路線が建設され、2009年6月に完成した。2012年現在、 週に2本の連絡列車が運行されている。この路線はインドア大陸とヨーロッパを結ぶ鉄道における最後の欠片区間であり、ザーヘダーン南方において台車交換駅施設が建設中であるイラン鉄道はヨーロッパへの国際輸送の円滑化のためにクエッタまでの路線を標準機に改めきするよう求めてパキスタン鉄道の説得を目指している。パキスタンはこれに対し、 2006年の声明で 1435mm 標準機へと改め機し、さらに中国の標準機系との接続も目指すとしている。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。